マメキュン。三匹の子豚。森の中でお母さん豚と子豚の三兄弟が暮らしていました。ある日、お母さん豚が子供たちに言いました。お前たちももう大きくなったのだから、一人で暮らしてみなさい。子供たちはお母さんの元を離れ、自分の家を作ることにしました。一番目の子豚は、近くにある藁を拾い集めて家を作りました。藁の家はあっという間に出来上がりました。やった!完成!2番目の子豚は木の枝で家を作りました。木の枝で作った家もとうとう出来上がりました。イエーイ!僕も完成!1番目の子豚と2番目の子豚は家作りを終え楽しく遊びました。しかし3番目の子豚はお兄さんたちとは違いました。時間がかかっても丈夫なレンガの家を作りたかったのです。3番目の子豚はレンガを一つ一つ丁寧に重ねました。1番目と2番目の子豚は3番目の子豚のところにやってきました。ね、一緒に遊ぼう。ううん、僕のレンガの家まだだから。そんなある日、一番目の子豚の家に狼が現れました。おい豚くん、ちょっとドアを開けてくれない？いやだね、僕を捕まえて食べるつもりだろう。一番目の子豚はドアを開けませんでした。狼は息を深く吸い込んでふーっと吹きかけました。すると藁の家はあっという間に吹き飛びました。助けてー。一番目の子豚は二番目の子豚の家に逃げました。狼は二番目の子豚の家まで追いかけてきました。豚くんたち、ドアを開けてよ。いやだ、僕たちを食べてしまう気じゃないか。二番目の子豚もドアを開けませんでした。狼は息を深く吸い込んでふぅーふぅーと吹きかけました。すると木の枝で作った家もバラバラに壊れてしまいました。2匹の子豚は3番目の子豚の家まで走っていきました。助けて、僕の藁の家が飛んでしまったんだ。僕の木の枝の家も飛んじゃったよ。心配しないで。3番目の子豚は狼が入らないようドアをきちんと閉めました。狼は3番目の子豚の家まで追いかけてきました。豚くんたち、ドアを開けてよ。いやだ、この悪い狼め、帰れ。狼は息を深く吸い込んでふーふーふーと息を3回吹きかけました。しかし3番目の子豚の丈夫なレンガの家はびくともしませんでした。子豚たちめ、見てろよ。狼は屋根に上がり煙突から入ろうとしました。子豚たちはお湯が入った大きな鍋を煙突の下の暖炉に置きました。そんなことも知らず煙突から降りてきた狼は鍋の中に落ちてしまいました。あちあちあちち。狼はとても暑くて後ろも振り返らずに逃げ出しました。それから狼は子豚の家には近づきませんでした。3匹の子豚は丈夫なレンガの家で仲良く暮らしました。